ジャック・ロゲ・伯爵は、ベルギーの貴族、政経下界、オリンピック選手、国際オリンピック委員会名誉会長。2001年から2013年まで、国際オリンピック委員会会長を務めた。ジャック・ロッヘとも、ベルギーのヘントに生まれ育つ。ヘント大学を卒業し、同大学院で、スポーツ医学の博士号を取得した。1968年、1972年、 1976年の夏季オリンピックでセーリング競技に出場し、またベルギーのラグビーユニオンチームでプレーした。1989年から1992年までベルギーオリンピック委員会の会長を務め、同時に1989年から2001年まで欧州オリンピック委員会会長の地位にあった。1991年には IOC 委員となり、 1998年に長野で開かれた IOC 総会において IOC 理事に選出された。2001年7月16日、モスクワで開催された IOC 総会で第8代会長に選出され、1980年から IOC を率いてきたフアン・アントニオサマランチ会長の後継者となった。ベルギー人の IOC 会長はアンリド・バイエラ・トゥール以来二人目である。 ベルギー国王アルベール2世より2002年に尺位を授けられ、白爵に助せられた。ロゲの IOC における政策の中心点の一つは、下級オリンピックの参加選定数を現在の約1万人という数に抑えることであった。また、腐敗とドーピングに関しては、一切の容赦をしないと述べている。2002年のソルトレークシティオリンピックでは、 過去の歴代会長の多くが好んで用いた豪勢な5つ、母子ホテルではなく、会長としては初めて選手村に滞在した。会期中に起きた審判やドーピングに関するスキャンダルへの対応に関しても、決然とした態度で臨んだ。結果的に、ロゲの監督下で行われた初のオリンピックとなったソルトレークシティオリンピックは、腐敗に対し i OC が容赦なく対応するという、 メッセージを送ったとして、オリンピックの新時代を告げるものであるという多くの非評価からの評価を得た。2005年、北京単位区間で若い体操選手が日常的に殴打されていると報道されたことに対して、ロケはこれを誇張された主張であるとし、報道された事柄は30年前にイギリスの学校で行われていたことと対して違いがないと述べ、物議を醸した。 嘆かわしい個別のケースに対する取り組みは必要であるとしたものの歴史的な経緯に基づく真実の観点から中国への審判を下すべきだと述べた2007年にグアテマラシティで開かれた IOC 総会で青少年を対象にハンドオーピング教育やオリンピック選手との交流など文化教育プログラムを含めたユースオリンピックの創設を提案し委員の多くの支持を受け 1> 第1回夏季大会が2010年にシンガポールで第1回冬季大会が2012年にインスブルックで開かれた。2008年国際マインドスポーツ協会の働きかけでズノ五ゴリンとも呼ばれていたワールドマインドスポーツゲームズ第1回大会が北京オリンピック後の北京で開催され、ロゲは WMSG 組織委員会の名誉会長を務める。 2009年10月8日 IOC 会長として2期目の任期に入った IOC 会長は2005年の総会において2期目の任期が4年と規定されたため2013年まで務めた2013年9月に開かれた IOC 総会で2020年夏季五輪の開催都市に東京が選ばれたと発表2021年8月29日 死去したことを国際オリンピック委員会が公表した79歳没2006年10月20日に日本の筑波大学から名誉博士の学位を授与された同学が開校する五輪講座にメッセージを寄せたほか継続的な支援を行ってきたことが評価されたことによるありがとうございます